こんにちは、アリキンチャンネルです。今回ですね、ポケットトミカのトランスポート編をご紹介したいと思います。このガチャポンですね、ポケットトミカ。ですね、トミカは結構アリキン集めてるんですよ。特にその、まあ今回はトランスポートなので宅急便とかカーキャリアをちょっと見せ、コレクションからと紹介したいと思います。はい、黒猫宅急便です。ほら、トラックの大型とあとクール便です、持ってます。はい、じゃあ今回のポケットトミカはどんなトランスポート編、どんなものかを紹介したいと思います。じゃじゃーん、これですね。おー、いろんなものがあります。そうで、ラインナップはですね、1,2,3,4,5,6,7です。はい、特にね、アリちゃん、これ今回はこれが貨物機を欲しくて、ほら、この中に開けられるんですよ。これ飛行機ですね、多分。うん、面白いなと思って。はい、ですね、値段は200円です。はい、さあ、貨物機欲しくて3つも買いました。さあ、本当にこの中に貨物機があるかとか、開けてみましょう、早速。はい、さあ、何が入ってるかな。これですね、赤なので、あ、青なので多分貨物機じゃないな。あ、それが分かってるけどね。はい、じゃあ開けます。はい、じゃじゃーん、1,2,3。さあ、なんだろう、これは多分あれですね、トラックですね、これ。じゃあちょっとラインナップを見ましょう。ちょっと白黒ですけど、残念。はい、こんな、はい、全部7つです。これですね、ポケットトミカジェットが欲しいです、これを。はい、で今回は多分トミカ、ポケットトミカトレーラーを、はい、これですね。ちょっとサッチですね、スクリーンが。あれ、これタイヤがな、これにつなげて、あ、はい、つなげた。はい、トレーラーでーす。これ後ろで、これ中にも何でも、はい、もともとこれで荷物があって、これも貨物を運ぶんですね。あの、船からの貨物を入れて。おお、なるほどね。ちょっとスクリーンがさっちですね。全部プラスチックだし。うん、品質あまり良くないけど。まあ、200円としては、まあまあ、まあまあかな。はい。さあ、トレーラーはこっちにして、次は、はい、これ、白と、ああ、赤。もしかしたらこれかもしれないね。船かもしれないね。よし。1,2,3。おー。なんだろうね、これ。2,2。トミカ。なんか春みたいですね。トミカライン。P、トミカライン。あ、ほんとだ。船だ。はい。トミカライン。はい。お、船です。今回これですね。はい、大型コンテナ船です。あ、コンテナ船ですね。結構じゃじゃーん、できました。大型コンテナ船です。あ、大きさ的に結構大きいですね。あとこれ動かせます、コンテナ。あと後ろに車が運べるように、ガチャーン、これも入れる。フェリーみたいですね。うん、まあまあで、うん、よくできてるんですね。はい、じゃあ最後は何でしょうか。じゃじゃーん、これを飛行機だといいけどね。多分飛行機。はい、開けまーす。じゃじゃーん、3つ目。お、あ、やっぱりダメでした、今回は。
トラックです。はい、これです。何も組み立て必要がないんですね。ちょっとさっちですね、あのプラスチックで、まあ200円だから文句はなしです。はい、ここに船の中にトラックが入って、おー入れる、おーいいんですね。フェリーみたいですね、本当に。おお、これなら遊べるね。これが入れない、乗れないですね、多分な、長さ的に乗れるかな、この長さで。あ、ギリギリ乗せる、乗れるかも。あ、乗れません、あ、乗れません、残念。これぐらいは、これは乗れるんですね。おーいいですね。はい、おー、なるほどね。こういう遊び方もいい。大型コンテナとトラックと、あと、まあ、トレーラーをゲットしました。はい、ではチャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。